じゃあブレーキかけの極論ね、ブレーキかけなきゃ早いかいっていうお話になってきてしまったりするんですけども、ではなくって、はい、データローが聞いたことあります、皆さんあります、はい、こっちスピードで、こっちは距離です。まあ例えばその直線からブレーキしてきて、ブレーキしてきます。で、まあ、ある程度そのブレーキが終わって、まあ、先ほど言いましたそのセルフステアね、セルフステアの一瞬を超えたらニューとまた上がってくるじゃないですか。なんとなく分かります、イメージ分かります、はい。これが、まあ、僕らよく見るんですけども、この落ち角、速ければ速いほど、速い人ほど、このね、V が、ここがすごくとんがってくるんですよ。イコール、このエイペックス、なんだっけ、クリップ。クリップのスピードも遅くなってくるんですね。遅くなってきます。まあ、よく、まあ、そこから走りますけども、ずっとまあバックミラーに出て一緒にそのお客さんとこう走ってて見てるとクリップでギューンとこう来るんですよ、皆さん来るんですよ。おっと怖えなと思いながらこう避けつつで、まあ、僕はブレーキに行ってますから来るんですね。それはこれです。でも僕、まあ、ブレーキに行ってますから十分にスピード落としてここで向きを変えてるんですね。だから向きを変えてる時間がすごく少ないんですよ。だからある程度その中途半端にブレーキをこうして曲がろうとした後ろのお客さんはやっぱこういうラインを通んなきゃいけないって、この時間だけ曲がってるんですよ、だらっと。じゃなくって曲げるときは曲げるっていうような、やっぱりタイヤのグリップ以上は僕らも曲がれませんから、落とすとこは落とすで曲がれば開けられますから、だから結果タイムがこれだけ違ってくるんですよね。なのでさっきほど言ったそのクッと曲げるっていう意味では、そのじゃあコーナースピードが速ければ速いのかじゃなくって、どれだけここでちゃんとブレーキをして曲げられるのかっていう風な考え方にした方が安全でより速く走れるようになるので、ちょっとこうブレーキの使い方をですね変えた方がいいかもしれないです、はい。だからブレーキとプラスその体の使い方で上手になっていける方法はいっぱいありますので、まずはそのコーナースピードイコール速いんじゃないんだぞっていうのをちょっと頭に入れておいてください、はい、ありがとうございます、はい。